タイチ、あるいはタイチ・キャメロンは、クロアチア人の歌手である。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、クロアチア社会主義共和国のザグレブ出身。ユーロビジョンソングコンテストの1990年大会に、ユーゴスラビア代表として参加し、ハイデイダルダーモを歌った。タテアナ・マテヤシュとして1970年7月1日に、クロアチアのザグレブに生まれ。 クロアチア音楽学院にてクラシックピアノの教育を受けた。タイチは1990年ユーゴビジアにクロアチアから参加して優勝し、19歳にしてユーゴスラビア代表として同年のユーロビジョンソングコンテストに参加した。これによって一躍有名になったタイチは多くの雑誌に取り上げられ、また大勢の前でコンサートを行った。タイチの作品は プラチナムやゴールドの売り上げが記録された。1991年にユーゴスラビア崩壊、クロアチア紛争が起こると、大地は宗教心を深め、また紛争の前線を訪れ、平和を願って歌い、負傷した兵士らを癒した。しかしその後ほどなく、ヨーロッパでの歌手としてのキャリアを断ち切り、アメリカ合衆国へ移住した。大地は、ロサンゼルスに住んでいる時、後に、 夫となるピアニスト、作曲家のマシュー・キャメロンと出会う。マシュー・キャメロンとは2000年に結婚し、二人は後にシンシナティに移住した。大地はユーゴスラビア時代のポップミュージックから移転して、教会音楽をその活動の中心とし、各地のローマ・カトリックの教会で歌って回った。大地に寄せられた教会からの求めは1000近くに上り、 教会での活動のためアメリカ合衆国のみならず、ラテンアメリカ、フィリピン、ヨーロッパ、アフリカなどを訪れている。ヨーロッパでの活動も再開し、ボスニア・ヘルツェゴビナで2006年夏に行われたコンサートでは3万5000人が集まった。ABCDEFG、タイジ、S ストーリー。2009年5月閲覧。ありがとうございます。